芸術祭というものに参加しまして、はい、なんと新人賞をもらいました。おいす。すごいギャラ決めてるね。こんにちは。藤山です。いやこれからちょっとちょいとした授賞式に。ちょいとした授賞式。そう各有私もねこう珍しくこうスーツを着込んでるんだけどこれとかペンテラスーツだけどこれギャララ気づいたこれ。何？このネクタイ。これペンテラネクタイこれ。マジかよ。実は。どこ行くんでしたっけ？これからちょっとリーガロイヤルホテルに。はい。で何すんの？そんな決め込んで。授賞式だって言ってるじゃん。何を受賞したの？いや私ちょっと芸術祭で新人賞をいただきまして。すごいね、はい、かっこいいねこれ。ありがとうございます。これをあれです、おニュース、おー今回のためにちょっと作らせていただきましたよ。へー叩く。どんな気持ちですか？そうですね、まあなんか意外とね、なんか取ったからといってだからじゃあ何っていうわけでもないし何か変わるわけでもないんですけど、なんとなくまあ自分に少し自信がつくようになったかなという気持ちなんで、いやそんなに変わんないかな、うん、言うほどね変わんないっすよ。まあだって僕がやってることずっと同じことしかやってないし、わざわざそこになんか変化を求めてるわけでもないんでね、1年後2年後に何かしらこう芽が出て花となって、はい、ああやっぱそこがターニングポイントだったねというふうになるように、この取ったという事実を使いどうにかこうにかちょっとやっていかなきゃいけないなという思いですよ。ちゃんと名刺に入れた？もうめっちゃ仕込んできたよ今日。名刺には仕込んできたって。そろそろですか？そろそろです。着きます。これでね。お、入って左のエレベーター。令和元年の第74回文化庁芸術祭賞贈呈式を執り行います。まずは受賞者の皆様にご入場いただきましょう。はじめに受賞者の受賞者の順にご紹介いたします。藤山大樹様おめでとうございます。おなじみの蝶の戯れ七変化にはさらなる工夫が加えられ、創作松風も伝統にのっとった無理のない新しさを生み出しました。和のジャズを意識したバンド有明とのコラボレーションも効果的でした。おめでとうございます。贈呈は主催者を代表いたしまして上野美智子文部科学副大臣より行います。続きまして新人賞です。藤山大樹様。芸術祭新人賞江戸手妻東京公演2019の成果、藤山大樹さん。おめでとうございます。以上大衆芸能部門受賞の皆様です。おめでとうございます。おめでとう。ド緊張してたね。あ、そう。とりあえず授賞、授与式が終わったのかな。いや、あれつけてないの。あ、ここにつけてるのね。おお。賞状は？賞状を一回。あ、一回退避ね。そうそう、戻して。あのね、いや、ド緊張してたね。本当に俺も風吹くごとくですよ。いや、緊張してたと思うよ。とりあえず全然撮影できてよかった。
結構緩かった、ね、普通に撮影できた。こっち会場になってますね。えすごいすごいすごい。おおパーリーだ、やばい。うまいっしょ。おかわり？さあ、じゃあ行きますか。なるほどね。とか症状をもらわないとね。もう症状ちょっと、はい、あ大丈夫？はい、ありがとうございます。はい、すげえでかい、すげえ超でかい。お疲れ様です。はい、終わりました。パーティーと授与式、はい、受賞者の中でものすごい調べてくださった方もいらして、はい、僕のことを、はい、しかも先日このし、まあ、ちょっと子供新聞という、まあ、新聞に出たんですけど、はい、見ましたうちの娘が、娘だったかな、娘さんだったかな、はい、なんか、はい、あだからお母さん今度この人と一緒に出るわよみたいなこと言って娘に自慢しようって今度思いますみたいなこと言われておすげえ なんか仕事つながってんなと思って。そうやね、あよかったなと思います。まあただね、とはいえ新人賞ですから僕はまだまだ、はいはい、これから次ですね。次だね。ああこっからですよ。いろんな人がいろいろこう見て褒めてはくださるけど、まあね、自分でじゃあ次どうするかっていうのをやっぱ考えていかないとこの先ないんで、ちょっとまた一つ考え直してやっていこうと思います。ちなみに私のおすすめのシューマイはどうだった？おいシューマイここ使うからな